こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットを始めていきたいと思います。というわけで、12位、タマミラージオですね。負けられないはずです。能力も見てみましょう。Cとかばっかりですね。これはしっかり勝ちたい。ただ、その前に、練習試合です。現時点の地下確認するためは、キャピタル東京とやるしかないでしょう。これで行ってみましょう。まずは練習試合です。練習試合ですね。前半後半なしの45分です。もう強引に止めましたね。なかなかうまくいかない。きつい。大丈夫か、窓か。戻りましたね、窓か。エリカナイス。飛び込めるか。ヒラリが来た。おっと、こぼれ球。国分がすごい速いですね。ヒラリ遅い。おお、いやこれはゴールをキープしてほしかった。課題をどんどんいただいております。うまい。あーがちょっと流れたか。さあ、イゴール。パス回しは確立してほしいところ。エリカナイス。お、あーっと、残念、ヒラリー。まあ、後半の粘りがどうなのかっていうのはありますよね。これはコーナーキックになります。開封、いいパスが来たぞ。前半終了です。前半というか練習試合終了です。課題を3ついただきました。はい、というわけで、いよいよ公式戦になります。見てください、これ、翼加工できます。お、本当？出しましょう。4000万はなかなかこの能力でお得かもしれない。というわけで富山ミラージオ戦です。
まあ、ここはしっかり勝ちましょう。勝つことが大事。キーパーははるかでいきます。一人ずつだけ変えます。こんな感じかな。7個にクラリス、このだこれだけですね。そんなに弱体化はしない。油断はできないですからね。一応アウェーですが 53% 勝ち、勝率は高いです。さあ、いきなりピンチ。彩香がこれ高いですね。さあ緑1対1、先取点やりました。開始わずかの時間で早くもリードを奪いました。スルーパスも良かったですね。前から緑つなぎまして、早くも10分も経たないうちに先取点です。お、危ない危ない、コーナーキックになります。気をつけないと。危ない。あ、なんでこんなに前にいるんだよ相手が。同点か。自分攻撃ですね。クロスして深澤に押し込められてしまいます。さあ、もう大怒りです。カルメンどうしたんだ。おっと、エリカ取られてしまうボールを。先取点を取った時はすごいいいと思ったんですけどね。ファールだ。やることなすことうまくいきません。おお、重たい。これは遥かキャッチ。早いエリカ。逆サイドへ。サツキ。エリカ、これはちょっと足りなかった。あらゆるとこあったです。さあ、これ、幻惑です。窓から越えて、そこ、緑が、ヘディングだが、これはオフサイド。ただチャンスは何度でも作れてるんで、いつ取れてもおかしくないですね。さあ、とか言ってるうちピンチだ。パス回しがうまいんですよね。いつの間にか幻惑されてしまう富山ミラージオに。さあ、またピンチ。深澤が、おー、はるか、太陽は浴びせて、確保しました。まもなく前半終了です。開いてないですね。なんか使いましょう。さあ、後半戦です。交代枠は下に残しております。
どうしたの、ルナ。ペーターゼン。おー、ファール取られた。なんかねー。あーっと、危ない、危ない。ボールの勢い、および審判の笛、全部に。なんかね、これはやばないな。選手交代。ミオとサチコがいますね。ミオですね。プライスと交代させます。アドカが。あ、おーっと、ペナルティーキックになりましたね。チャンス。さあ、これを決めてほしい。入りました。勝ち越し。打ってほしいな、わかります。ナーコが決めました。さあ、もう1点追加が欲しいとこです。危ない、まあ、1対1にはなりにくいですけどね。さあ、ここは気をつけないといけないよ。あ、守備が長い。と、取っていければ。お、危ない、危ない。右に外れました。ゴールキックです。さあ、早くもう1点欲しいところ。マドカすぐ戻します。緑、決めた。3点目。最後の2点差、追加点。ここの決め方はすごい良かったです。ヘディング。さあ、残り10分もう切っております。さあ、ゴール前まで福田彩香がクリア。緑、取れない。もう残りがほとんど時間がない。カルメンが今度上げる。緑。さあ、もう終わりが近いはず。試合終了です。3対1。クラワカリバーズ勝利しました。先制したのはクラワカリバーズでした。若いパス回しから緑が1対1になって、しっかり決めました。赤から燃え、そして緑へ。そう、ダイナミラージュを攻めますが、ここでコーナーキックから追い込んだとこ、一度はリバウンドだったんですが、深澤に滑り込まれて決められてしまいます。この飛び込みが動物的感がすごいな。これ必死に止めます。もうキーパーが良かったですよね。この体で抑えるはるかのキーパー力なかなかのものでした。ここですね。ここが体を抑えてましたので、ね、虫になって、そしてペナルティキックをもらいます。これが結果的に勝ち越し点へ。そのような、こういう、なかなか危ないところが多かったです。これは本当にヒヤッとしました。後半37分、待望の追加点。緑。ミオから一度、マドカに上げてすぐにパスをします。ボレーかな？はい。これで3対1で。クラワカリバーズ勝利しましたが、
シュートのキック数が、相手はすごいな。11本で8本ですかね。ワー・クラーク・リバーズが5本で1、6なら3本ってことを考えると、決して侮れないチームと言えるのではないでしょうか。3位です。7勝3敗5引き分けですね。2位のエルナード・オーシューとは勝ち点1になりました。そして2番手大阪とは9点差か。さすがにこの残り試合数では厳しいでしょうね。7割。さあどうでしょうか、翼選手。終了かな。はい、というわけでですね、次回の公式戦はキャピタル東京、一昨年の優勝チームですね。ただここにねは精彩を欠いています。ここはしっかり勝って2位近づきたいところです。もっともですね、残り2週練習試合、を、ね、予定してます。隙間が空いてるんでね。回避できますってことで、しっかり紅白合格を回避したいと思います。まだまだね、能力は伸ばしていかなければなりませんので、トップナルを積み重ねて、力を伸ばしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で本命動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。明日に向かって練習です。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。